진짜 맛있게 먹자. 타옹입니다. 오늘은 제준상의 토크から 한국어를 공부하시죠. 진짜 맛있겠다. 자두. 진짜 맛있겠다. 자두. 진짜 맛있겠다. 자두도 話しました. 本当に 美味しそう. 자두. 자두와 스모모 果物の 스모모になります. 싱싱한지 체크하고 또 書い てあります네. はい、新鮮なのかチェックしてと書いてあります。はい、新鮮だは新鮮だ、新鮮だと話します。ぬぐたげ、구경하다가급격하게돌격하는제중と書いてありますね。はい、意味はのんびり見てその途中で急激に 突撃するジェジュンという意味になります。ここで覚えてほしい文法なんですが、구경하다가のたがの使い方ぜひ覚えてください。何々をしている途中で他の行動に移したり、他のことをするという意味として使われる表現になります。何々していて、何々していたら、何々している途中というそういう意味になります。では例文を見てみましょう。映画を見ている途中で眠ってしまいました。 영화를 보다가 잠들어 버렸어요. 영화를 보다가 잠들어 버렸어요. 미치오 아루이테르 도추 구젠 도모다치미 아이마시타. 길을 걷다가 우연히 친구를 만났어요. 길을 걷다가 우연히 친구를 만났어요. 고왕 오다베테르 도추 도추젠 오모이다시마시타. 밥을 먹다가 갑자기 생각이 났어요. 밥을 먹다가 갑자기 생각이 났어요. 진짜 맛있겠다. 今日覚えてほしい単語です。 스모모, 자두, 자두, 신센다, 싱싱하다, 싱싱하다. 놈비리, 느긋하게, 느긋하게. 자두, 자두, 싱싱하다, 싱싱하다. 느긋하게, 느긋하게. メルマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布しています。ぜひ登録してください。そして今日の内容いいと思ったらいいね。またチャンネルの登録もよろしくお願いします。